鶴部・上岡パペポ TV は、読売テレビ制作で、1987年4月14日から1998年3月31日まで放送されていたトーク番組である。番組は、日本テレビを、はじめ一部地域にもネットされていた。本項目では、後継番組として1998年7月7日から2000年3月25日まで放送されていた。 ライブパペポ鶴竜についても記述する。昭福亭鶴瓶と上岡龍太郎の二人が台本打ち合わせなしで60分間トークを行う。トーク内容は放送当時の時事問題から二人の身近な話題に至るまで様々であった。当初は関西ローカルの深夜番組であったが、その人気から日本テレビをはじめ各局でネットされ、大規模会場での番組イベントも多数行われた。 本番組で、上岡の知名度は大きく上がり、自身が東京進出するきっかけにもなった。1998年3月で、番組は一旦終了するが、その後収録体制を一新して、同年7月から、ライブパペポツル流ュとリニューアルして復活し、上岡が芸能界を引退する2000年3月まで、番組は続けられた。百八十八年二月三日放送会は、 第25回ギャラクシー賞、戦賞を受賞している。番組は公開収録形式をとっており、第1回第65回放送分までは、東天馬の読売テレビ初代社屋で行われ、2代目、社屋移転後の第66回放送分からは主に、読売テレビ本社、第2スタジオを使用。新春スペシャルの収録や春休み、収録日が、祝日に当たる場合等、 観客の増加が見込まれる回の収録は通常のスタジオより大きい第一スタジオを使用していた。第一スタジオを使用するときの告知は番組内で次回はちょっと大きいスタジオで収録しますというテロップが表示されており通常収録ではオープニングで舞台向かって右側から登場するところを第一スタジオ収録回では向かって左側から登場することで識別できた。 ただし1988年10月から1990年9月は第二スタジオを夕方の帯番組ザマーカンカンが使用していたため第三スタジオまたは第一スタジオを使用したこの他生放送がパペポシアター開催時と500回記念の2回行われ1988年8月27日には読売テレビ開局30周年イベントの一つとして 鶴部ウェオが1万人のパッペポ TV 大阪城ホールスペシャルというタイトルの特番が生放送された。公開収録も原則として事前申し込みが必要なく予告された収録日に配布される入場整理券を入手すれば自由に見学することができた。整理券の配布は番組開始当初収録日の夕方に配布されていたが、 番組の人気から観覧希望者が多数集まるようになり、早朝から並ぶ観覧希望者が後を絶たなくなったため、当日正午配布に繰り上げられ、その後さらに朝9時半に繰り上げられた。ただし、1993年頃から出演者両名のスケジュールの都合により日本文のまとめ取りとすることが徐々に増え、朝から並んで順番を待つことができない。 社会人などの救済措置を兼ねて2本目は事前にハガキ申し込みをして抽選に当選した視聴者にだけ公開するパターンが定着していった。観客はカメラに映る前列は床に座り、後列はパイプ椅子が用意され、会によっては立ち見ぬ客もいた。フラッシュをたかないことを条件に写真撮影も可能だった。読売テレビでの開始当初は、 火曜日24時50分25時45分の放送であったが、1988年4月からは、金曜日深夜25時10分26時5分に枠移動し、1995年3月まで続いた。その後、25時25分26時20分放送25時40分26時35分放送と変化し、 最後の半年は再び火曜日の放送に戻った。日本テレビでの放送は1988年10月のネット開始当初は月曜日深夜25時10分26時5分に放送されていた。最初の3回は入門編と称して過去の内容が放送されていた。そして、 湾岸戦争時の影響による1990年12月から1991年3月までの放送休止時期を経て、復活後は当初水曜日、深夜26時30分27時25分の放送となり、2ヶ月後元の曜日と時間帯に戻り、1994年10月に、一旦木曜日深夜25時40分26時35分に移動し、 1995年4月には関西と同じ曜日で35分遅れの金曜シニア26時15分 -27、10に移動し番組終了まで続いた。最終回に限っては放送日の都合上、日本テレビでの放送が読売テレビよりも先行されたため、日本テレビでは最終回前週分は未放送となった。この番組は 読売テレビのディレクターの白井は久也と厚生の引きた鉄尾が小福亭鶴瓶さんで番組を作ろうと企画したのが始まりで鶴瓶が共演相手に上岡隆太郎を指名して番組が始まることになった。しかし肝心の番組内容がなかなか決まらず結局二人に決めてもらおうということで1987年3月30日から4月2日の4日間 深夜に4回連続で放送された、パイロット版扱いとなる特番、鶴瓶上岡、激突屋はが組まれる。ここでの2人の会話が、後のパペポ TV のスタイルになっている。タイトルが示す通り、放送禁止用語も多く飛び出した。話が長くなる場合はその部分ごとカットされて、当初は、ブルーバックに、なんやかんやで0分経過。 ちょっと早送りというテロップを載せた一枚がでしのいで、いたが、やがて砂嵐の映像を一秒流して処理するようになった。また、1988年以降の1月1日早朝には、ゆく年来る年や、日本テレビ初の年越し番組終了後に、毎年必ず2から3時間ほどの新春スペシャルが放送されていた。新春スペシャルには、 横山ノックがほぼ毎回ゲスト出演していた。さらに、1994年は名作復活祭、1995年はリクエスト大会、1996年以降は前年放送分の収録終了後の放送には入らないトークをまとめた総集編も織り込まれていた。後日する パペポシアター開催期間中の1988年3月と1991年7月には帯の総集編特番を編成している。読売テレビ初代社屋で収録が行われていた時代、観客は基本的にカメラの後方で観覧することになっていた。そのため番組のエンディングの際に鶴瓶、上岡両名が通称鶴瓶ダンスをしながら 番組セットからカメラの方へ飛び出したり、浜寺の水蓮学校をテーマにした即興漫才が行われた際に、鶴瓶がオチとして、あとは任した。と叫びながらカメラの方へ泳ぐようにして、フレームアウトというような演出がたびたび行われていた。新車を起点後は観客が番組セットの目の前に座って観覧するようになったため、前述のようなことは一切なくなった。 ただし例外として第176回と第370回放送で無観客による収録が行われた際には昔を懐かしむ形で前述の行為を再現していた。また番組開始当初は郵政省が郵便局のクレジットで一社提供していたことから番組の最終コーナーでは u パックを使って近企画券の郵便局から提供される。 ふるさと小包みプレゼントを開催していたことがあり、そこで視聴者の感想文に答えていた。後に、郵政消費等の複数スポンサーとなってからも、続いたが、1992年3月に、郵政省がスポンサーを交板したため、ふるさと小包みプレゼントは廃止となるが、感想文紹介は行われ続けた。プレゼントの提供自体も続けられ、 優勢賞交換後は一時期筆頭スポンサーを務めていた中納言からの異性エと食事券のセット番組特製時計番組特製テレフォンカードと変わっている1989年10月と1992年5月に公開収録を行った大阪城ホール1990年3月25日に嵐の春場所を行った長井公園内の相撲場番組のイベントとして 大阪、梅田のダイヤモンドプラザで開催した、パペポシアター、大阪城ホールで2回、日本武道館、ニューヨークで、トークイベントを開催した。1992年に、大阪城ホールと武道館で開催した際は、イベントタイトルが、パペポジャパンツアーと題され、武道館開催分に関してはネットを消していた、日本テレビが主催としてクレジットされた。なお、 ツアー企画は原則テレビ放送しないことを前提としており、イベントの様子は記録用に撮影されたものや、視聴者から提供されたビデオカメラの映像が番組スペシャルやニューヨークのイベントは上記の映像とともに本番組について取り上げたスーパーテレビ情報最前線の中で一部が放送されたのみとなった。なお、パペポシアターは1988年6月10日に、 開催3日目のトークを収録した音源が50ページ冊子付きのカセットブックとして東芝 EMI から発売されている。さらに1990年3月25日番組で2人が相撲を取ったらどちらが勝つという話から嵐の春場所と少子長い公園でイベントを開催し2万人を集め客の押し合いで5人が怪我するというハプニングもあった。なお、 この勝敗は収録で、東京に行った、上岡の代理で弟子のテントが、鶴瓶に5回とも倒されている。同日に行われた大相撲大阪場所の、千秋楽よりも人が入ったという。また、1989年には、番組の人気を反映して、ポスターを制作したことがあり、鶴瓶、上岡両名が上半身は、塩尾服姿も下半身丸出しで写っており、 糸井重里が考案した、見てるあんたも同罪じゃ。というキャッチコピーが付けられた異例のビジュアルであった。ポスターは番組最後で、ハガキが読まれた視聴者にプレゼントされたほか、大阪城ホール公演での売店及び番組宛てに郵送で購入申し込みを行うことで入手することができた。公開録画が原則の番組であったが、収録当日のトラブルや意図的な理由などで、 観客を入れずに放送した回が7回あった。なお通常の放送では、オープニングから最初の CM までの間と、CM 明けの座りトークの冒頭、約2分間、そしてエンディングの場面で BGM が挿入されるが、無観客の回に限り全編 BGM なし、またはオープニングのみ挿入という形で放送された。テーマ曲は、番組開始から提供までの立ちトークの間と、 エンドロール時に使用。タッチトークがいつ終わるかわからないため、エンドレスに加工して使用していた。選曲はすべて白岩プロデューサーが行い、番組の雰囲気に合う最新洋楽ナンバーを中心に選曲されていたが、一部例外として、方角の英語詞バージョンや CD 化されて再発売されたクラシックヒットナンバーの中から選曲されたケースもあった。番組は、 ローカルセールスのため、読売テレビは、蒸気スポンサー、それ以外のツボネは、ノンスポンサーか、独自にスポンサーをつけていたかに分かれていた。地方局での放送は途中で、ネットが打ち切られたり、逆に開始されたツボネもあり、中には、東海地区の中京テレビなど、途中で一度打ち切られた後しばらくしてからネットを再開した地域もあった。石川県のテレビ金沢では、 土曜日朝9時30分10時25分に放送されていた時代があった。なお、1991年8月に発売したテーマ曲の CD ジャケットには、全国17曲ネットと書かれているが、途中から開始したり、打ち切られるネット曲はあったものの、概ね15から20曲でネットされていたと考えられる。番組プロデューサーの白岩は久やが、 吉本工業系の番組制作会社、ワイズビジョンへ出向することとなったため、パペポ TV は1998年3月で一旦終了するが、3ヶ月後の同年7月7日から、パペポの作家である、引田哲夫と末期に白岩と共同でプロデューサーを担当していた、松下康則を中心とした夫人で、収録体制を一新した新番組、ライブパペポツルリューを開始し、 30分番組として復活した。放送時間は当初火曜シニア24時50分25時20分で1999年4月からルーヤ枠の土曜シニア24時55分25時25分に枠移動した。関東日本テレビではパペポ TV と同じ金曜シニア26時15分26時45分の枠で放送された。なお、 パペポ TV をネットしていたつぼねがすべてこちらもネットしたわけではなかった。こちらはスタジオではなく全国各地の観光地などでのゲリラ的収録を観光した。収録会場は主に京阪新地区の中から選ばれ1回で2本分収録するスタイルが基本となっていたが数回に1回の割合で関東や中部など番組が放送されている。 その他地域への遠征も行われていた。また、ごく稀に3週に分けて放送された回もあった。2000年3月25日、上岡の芸能界引退に伴い最終回を迎えた。最終回は、読売テレビ本社第一スタジオに、初代セットを再現し、パペポ TV 当時の収録スタイルで番組を進行。収録を見に訪れたファンの人数は、 第一スタジオの収容人数である約600人を大幅に超える1000人帳にも上ったため急遽第二スタジオとロビーにライブビューイング席を設けて対応した収録途中にゲストとして島田信介が登場その後通ア赤シア電子台の収録を終えた赤シアさんま、相田寛平、村上正子も花束を持って駆けつけ120分の スペシャル版として放送されたが挿入された。そのため、日本テレビを含むネット局では30分に編集し直した短縮版が放送された。これをもって、パペポは13年間の歴史に幕を下ろした。ありがとうございます。